ひでもく21時西城秀樹のお時間となりました。このコーナーは私ミュージシャンのしげもんが日本が誇りますレジェンド西城秀樹さんについて毎週木曜日は様々なコーナーをしております。今週はこちらです。西城秀樹さんの最新の話題を細かすぎるほどチェックする細かすぎる西城秀樹ピックアップ。それでは今回も様々な秀樹さんの話題いってみましょう。細かすぎると言われても秀樹ブーメランボタンブーツを細かすぎるほど分析。こちら2023年5月17日のヤフーニュースから西城秀樹2ブーツを脱いで朝食をブーメランもボタンも秀樹が歌えばロマンの種ということで、こちらはライターの田中稲さんという方の記事となっておりますけども、昭和歌謡 J-POP 歌詞研究のお方ということなんですけども、こちらの記事では西城秀樹さんの名曲ブーメランストリート、ブーツを脱いで朝食をボタンを外せの3曲を詳細に分析されてらっしゃいます。こちらの分析を秀樹さんファンの皆様はどのようにお感じになるか楽しみなんですけども、まずはブーメランストリート、こちらは20枚目のシングルの楽曲となりますけども、きっとあなたは戻ってくるという懇願に似た気持ちを投げたら戻ってくる遊具ブーメランに例えるというありそうでなかったアイデアが素晴らしいという詳細の分析なわけなんですけども、このブーメランストリートはまだ初見で聞いてないので、あのサビの部分はねなんとなくわかるんですけども、歌詞がねまだわからないんでね、あそういう感じの雰囲気なんですかね、ちょっとわかりませんけども。そして次はボタンを外せ、この曲はまだ初見のコーナーでやっておりませんけども、もともとこのボタンを外せがきっかけでこのヒデモクをスタートしたという記念すべき楽曲なわけなんですけども、田中稲さんはこのように分析されてらっしゃいます。自分の意思で服を脱いでほしいという直接的なエロスと胸の内かっこ心を見せてという精神面のお願いというダブルの意味を兼ねたハイテクニックな口説きソングと同時にボタンソング革命と言っていいだろうというねすごい分析ですけどね、それあなたの感想なんじゃないですかっていうひろゆきさんに突っ込まれそうな感じもしますけども、ちなみに私不思議レモンのこのボタンを外せの印象はド S をエロスではなく爽やかに表現する秀樹さんという感じでしょうか最後は僕もすっかり大好きになりましたブーツを脱いで朝食をでございますけども、こちらの田中さんはブーツとはなかなか脱がない低層ガードの硬さの例えなのだろう、主人公がブーツな価値観を持つ彼女に入ってほしいのは白い部屋、これは心も体も捧げ合う純愛の決意、二人だけの朝食は愛を確かめ合い愛を共に迎えるということ、ああなんて粋で遠回りなセクシーアプローチということですごいですけども、秀樹さんファンの皆さんはどう感じられたでしょうか。最後にこの田中さんはジュリーと秀樹さんの女性へのアプローチの違いも表現されていらっしゃいます。痩せ我慢するジュリー、交渉する秀樹、ジュリーは男の美学を優先する痩せ我慢の男、秀樹は情熱をぶつけ交渉する男というふうに分析されていらっしゃいますけども、これはすごい的を得てらっしゃいますよね、本当そうだなという感じもいたしますけども、こちらの記事なかなかおすすめとなっております。ぜひチェックしてみてください。こちらの動画の概要欄に URL をつけております。ちびまる子ファミリーは西城秀樹と共に歩んできた、こちら3月9日スポニチアネックスの記事から、ちびまる子ちゃんは秀樹と共に、たらこさん63歳で死去、さくらももこさんと天国でということで、フジテレビで放送中の国民的アニメちびまる子ちゃんで主人公まる子を演じている声優のたらこさんが亡くなられたということなんですけども、63歳ということで、秀樹さんのファンは皆さんご存知だと思うんですけども、まる子ちゃんのさくら家と秀樹さんは共に歩んできたと言っても過言ではないというふうに言われておりましてですね、アニメの中でまる子ちゃんは山口百恵さんのファン、そしてまる子ちゃんのお姉さんが西城秀樹さんの熱狂的ファンという設定ということなんですね。これはもともと原作者のさくらももこさんが秀樹さんの大ファンであったことから、このまる子ちゃんの中に秀樹さんがたびたび登場しているということなんですよね。そしてエンディングテーマは秀樹さんが歌われていたということで、あと先ほどご紹介したまる子ちゃんのお姉さんの声を務めた声優さんの水谷優子さんの命日は秀樹さんと1日違いの5月17日、今回亡くなられたたらこさんは63歳ということで秀樹さんと全く同じ年齢ということで、
原作者のさくらももこさんも秀樹さんと同年に亡くなられているということで、本当に秀樹さんとちびまる子ちゃんのねファミリーは共に歩んできたという感じなわけなんですけども、僕も秀樹さん登場シーンを見たことがないのでぜひ見てみたいなと思うんですけども、たらこさんのご冥福をお祈りいたします。秀樹さんの聖地トロントを深掘りしてみよう。こちら2023年8月18日ウフというサイトの記事からです。喫茶トロント、西条秀樹が愛した懐かしのチョコパフェと一度食べたい絶品ハンバーグということで、当チャンネルでは何度かこちらの秀樹さんの聖地喫茶トロントをご紹介してきたわけなんですけども、かなり詳細にご紹介してらっしゃるサイトを見つけまして、本日はそちらをご紹介させていただきたいと思います。こちらのトロントは秀樹さんの聖地でもございますけども、かなり人気のお店だそうで、朝は地元のおばあちゃんおじいちゃん、昼は会社員のランチ、そして午後の時間帯はインスタ等でスイーツを見に来る方々など、老若男女問わず本当にたくさんの方が来店されるお店ということなんですけども、座席は赤いソファーということでかなりゴージャスな雰囲気で、そして巨大なレリーフが店内に飾られていて、シャンデリアまであるというすごいゴージャスな店内なんですけども、まず店頭で秀樹さんの曲がよく流れているらしくてですね、店内には懐かしいアルバムのジャケットも飾られているということなんですよね。もともとご病気された時に療養中にお店の近くでリハビリをしていたということで、その時にチョコレートパフェをよく食べに来ていたということなんですけども、噂の秀樹さんの席なんですけども、窓際ではなさそうですかね。こちら写真載せてありますけども、テーブルには秀樹さんのアルバムとか写真が結構敷き詰められている感じでございまして、このチョコレートパフェはたっぷりの生クリームに季節で変わるフルーツがこれでもかと盛り付けられているというすごい豪華で、これは確かに秀樹さん好きそうな知らないけど本当好きそう、普通に美味しそうな感じでございます。確かにこれはインスタ映えしそうな感じで、本当にボリュームがすごいことになっております。あと前回お便りコーナーでご紹介いただきましたプリンなんですけども、このプリンもすごいことになっておりまして、プリンの上にもう何回転もされているクリームがブワーッとトルネードのように乗っておりまして、これも本当すごいですね。で結構プリンはレトロな感じで、これも美味しそうですね。そしてこちらのお店のハンバーグなんですけども、これもボリュームがすごくて、このトロントの特製ピラフの上にミニハンバーグが乗ってあるというような感じで、テレビにもご紹介された人気メニューということなんですけども、秀樹さんの聖地でこれだけ美味しそうな食べ物がいろいろ食べられるというのは本当におすすめのお店という感じがいたします。こちらの動画の概要欄にこちらの記事の URL をつけております。よろしければチェックしてみてください。細かすぎると言われても秀樹ということでお送りしてきました、不思議レモンの秀木21時西条秀樹ということで、また次回お会いしましょう。ブーツ